ひとまず乾杯からスタートします。そうしますか。はい、じゃあひとまずお疲れっす。いや、お疲れっす。お疲れでした。トムさん、やっとっすね。やっと形になりましたね。だって俺が髪切ってる時に、はい、トムさんに初めて会って、はい、多分こういうのやりたいとか、はいはい、やりましょうよみたいなところからじゃないですか、はい、そうです、そうです。僕がハードジェル、うん、今まで使ってた商品がなくなったので、うん、あのぜひ使いたいっていうので、ね、ハルテンを、うん、はい、そうでしょ、ね、まさかだってあのノリっていうか、はい、あの感じからこんな商品化するとは思ってなかったじゃないですか。しかもこの短期間で確かに良かったですよ。なんか今までこういろんな人とこういうのやりたいとかって言ってたけど、はい、あんまり形にならなかったし、そんなスピーディーじゃなかったけど、はいはいはい、トムさんも多分その感じがすぐ伝わったから、はい、すぐうちのスタッフ紹介したり、そのパパパパって言ったから、最初のミーティングとかもすごい楽しかったですもんね。濃かったでしょ、はい、確かに。今回は、はい、どうですか、中身的には満足してます？そうですね、今満足って言ったらもうここで終わっちゃう気がするので、うん、まあ満足してますね。一歩手前ぐらいまで。形は、はい、形はどうですか？形的にはもうすごい理想通りで、うん、まあうちのお客様の層だけじゃなくて、うん、幅広い層が使ってくれれば、うん、男性だけじゃなくて女性とか。確かに、はい、確かに。サッカー選手はね、まあ、はい、僕が使ってるからあれですけど、トムさんのお客さんはまた俺が知らないあんまり接点がない人たち多いじゃないですか、はい、ラグビーの選手たちもそうだし、はい、だからそういう人たちにも広まってほしいし、それ以外の人たちにも使ってほしいですよね。そうですね、アスリートの人たちばかりじゃないので、うん、まあ、いろんな層のお客様に使ってもらいたいなって。確かに。今回トムさんが一番こだわったところなんですか、はい、これだけは今までのジェルとは違うところ。あ、どういうところですか？ポンプ式っていうのがなくて、うん、僕そこ結構こだわりましたもんね。そうですね、うん、で昔ニューヨークで少し働いてる時に、うん、ポンプ式のジェルが主流だったんですけど、うん、日本でそれがないの で、うん、で絶対日本で作ったらウケるのになって。それだって、はい、ずっと作りたいねっていう話をしたときに、はい、結構そここだわって話しましたもんね。そうです、そうです、うん、そのなぜポンプにしたかっていうところで、うん、やっぱジェルを出した後にもう一回締めないといけないとか、確かに蓋を締めるときにどうしても一回洗ってからじゃないといけないっていうので、うん、これだとプシュッとやって、うん、これで終わるので確かに、はい、いいかなっていう。今までにそういう、はい、だってジェルってあんまないっすよね。あるっちゃあるんですか、ポンプ式のやつ。日本では見たことない。日本ではないですか。俺これ今日さっきモデルさんが使ってるのをスタジオで使ってて、はい、匂いすごくないですか。匂い、香りがすごい。香り結構やったじゃないですか、はい、やりました、やりました。実際にこれ上がってきて、はい、匂ってみて、はい、スタジオ全部がこの匂い包まれたから意外にすごいなと思ったんですよ、はいはいはい、なんかめちゃくちゃいい匂いだなと思って。もう後に優しく残る香りですごいいいですよね、うんうん、これでも男の子をつけてたら女受け良くないですか、これ匂いは。それ一応狙って作ってますよね。確かに。いや、これはでも俺匂い受けめっちゃいいと思って、はい、香りすごいいいですし、うんうんうん、でショートスタイルだけじゃなくてパーマかけてるロングスタイルとかにも、うん、ゆっくり馴染んで固まっていくっていうのが、うん、このジェルの売りかなっていう、まあ、こだわったところです。確かに。なんか今までのね、やっぱりポンプ式ってないじゃないですか、はいはい、このなんていうんですか、普通のは蓋開けて、はい、テロって取ってこうつけるタイプだったけども、はいはい、なんかこういうタイプが出てくると、はい、ただ家に置いといてもおしゃれだし、はい、使うのにもやっぱりこうおしゃれだし、ポンと置いてるだけでもおしゃれですしね、うん、確かに。で今まで僕は技術者なので使う方でしたけど、牧野君は逆に自分でずっとこだわってジェル使ってたと思うんで、うんうんうん、その誰が見ても牧野君って言ったらジェルだなっていうのを知ってるわけじゃないですか、うんうんうん、その牧野君と一緒に作ったことに意味がある。いやこちらこそですよ、本当。いや、もう自信作じゃないですか。いや、もう自信作です、ね、お互いのこう、はい、いろんな気持ちや、はい、いろんなのがすり合わさったいいアイテムだと思いますよ。やっと形になりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあ今回このジェルをお互いで作って、はいはい、トムさんにとって髪型とは、髪型とは、うん、そうですね、まあ、もう自分の一部ですよね。あ、はい、自分の一部なので、はい、やっぱ朝から最後シャワー浴びて寝るまで、うん、ずっと自分で気持ちよく決まってたいなっていう、はい、まあ、そういうヘアスタイルがそういう一部だと思って、うんうん、お客様に喜んでもらうようにいつもカットしてますね、はい、そうですね。トムさんはだってこう作り上げる側じゃないですか。はい、はい、そうですね、僕は作ってもらったのを自分で決める側だから、はい、僕は髪型は自分の表現方法だと思ってるんですけど、はいはい、やっぱ髪型一つで自分っていうのを表すことができるんで、はい、まあ、一種のコミュニケーションだと思うんですけど、はい、初めて会った人にはこういう髪型の人って覚えてもらえるし、はい、まあ、僕はスイッチのオンとオフで髪型で決めてるんですけど、はいはい、まあ、ある意味自分のやる気スイッチが髪型に、はい、決まってるんですけど、はい、まあ、それが自分の表現方法かなと思ってですね。そうやって全てのお客様が思ってもらうのが一番で、うん、やっぱ僕自身も作る側ですけど、うん、自分のスタイルも作るので、うん、やっぱりオールバックにしたい時とか、うん、ルーズに下ろしたい時とか、うん、それやっぱオンオフ変えるので、うん、その時の、まあ、一つのテクスチャーとして、はい、パルテンとバルバのコラボのジェルができたのかなっていう。僕もハードジェルイコールパキッと決まる、うん、それはもちろんなんですけど、作るときにどうしてもゆっくり、うん、まあちょっとこっち左に変えたいなとか右に変えたいなって、うんうん、そのやり直しが効くっていうジェルを作りたくて、うん、で固まってるんだけどなんとなくバキバキじゃなくちょっとしっとりもしてるかなっていう、うんうんうん、そういうジェルを求めて作ったので。なるほどね。じゃあ今回それにぴったりですもんね、はい、そうですね、うん、ぴったりですね。そういう意味だとすごい満足してますね。ありがとうございます。ありがとうございます。